はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今回はですね、2回目の登場、水間博さんこんにちはと一緒に釣りをしようと思っています。はい。で、前回と違ってね、そうですね、新しくアンデッドファクトリー、メーカーが変わったんで、メーカーを立ち上げましたんで、そこのスプーンを使った、はい、プラスビート、はい、そこの釣りを紹介いたしますので、はい、ご覧ください。そうですね、竿が硬くて、まあ、糸が硬いとどうしてもこう、
の中で針が滑って、あの、あそ針のいいところに行くまでにも力が出ちゃうんですよ。それをドラグ緩みにすることによって、糸が張って、ドラグがビビビって出たら、普通、あの、残る時間が若干でも長くなるじゃないですか。はい。で、緩みの方がいいと思います。ああ、なるほど。水野さん、あの、水野さんのあの動画とか見ると、はい。いい、いいとか言います。でも、これでも、トーナメントが出てる人の中では強いです。はい。あの、ビビビビとか言ってもそうじゃないですか。はい。相手の筒の中に入ってくる、あれを、なんかそうですね、あと僕ら使ってこれ、針バーブレスなんで、はい、常にテンションをかけとかないとバレやすいんですよ。で、もう常にドラグをゆるゆるで巻いてれば、ずっとテンションかかってるんで、はい、バラさない方法がこの、あの、まあ、トーナメントが発生したんですけど、ドラグゆるゆるでの振り方。はい、だって皆さん、ゆるゆるにしとるわけじゃないんですよ。ちょっとネジが、あれ、長かったですね。そうですね。おー、ちょっと沈め気味で出ました。なんかあれですか、あの、ちょっと、あれ、立てつけて、こう竿で受けてつけたんですけど、これをこう、あの、しゃがみながら直で受けて積み直したっていうのは、まだちょっと一つ理由があって、はいはい、魚の当たりがシビアなんで、はい、こう当たりがあったらすぐ反応ができる、あの、なんですかね、タイムラグをなくす釣り方がこの方法なんですよ。立っててどうしてもこうやってやると、はい、魚が当たったら糸が伸びる、竿が入る、それから合わせになるんです、はいはいはい。でもまあ、こうやってしゃがみながら直にすることによって、糸が張ってリールがこう、リールに当たりが来た時点でも縦に行けるんで、はい、逆にこう引っ込む当たりっていうのが少ないんで、こっちからもう当たったら小さい当たりにかけてあげるっていう作業が多分今日の発生では必要かな。なるほど。だから決まったんですね。そうですね。まあ、決まった時はもう立ったままに持っていく。向こうが判定して持っていっちゃう。まあ、持っていっちゃったらもう竿を使ってこう、まあ、でも弾きますよね。はい、さっきから急に魚が跳ね出したじゃないですか。これ見ると分かるんですけど、急に水面から蚊がハッチしてるんですよ。はい、小さいユスビカが何かハッチしだして、それ今食ってるんですよ、残る魚が。はい、水面からあのちっちゃい虫がファーッと浮いてるんですけど、はい、それ急に来るんですよ。今急にレンジが上がったんで、ひょっとしたら今 0.9 ぐらいの軽いやつを表層で引くと釣れるかもな。そうですね、僕も 1.9 と今表層食おうかなと思ってます。あの、表層を立てて、あの、引けば、はい、入る間が、はい、そうですね。もう雲が太陽を隠した時点で急にレンジが上がるんで、これも計算しないと、あの、なかなか立てないんで。あ、太陽が上がるとレンジが上がる。レンジが下がります。あ、今太陽が来てたから、はい、急に今魚飛ばなくなったんですよね。はい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 、はい、もうレンジ、ね、一瞬にレンジ下がったんですよ、ね。太陽が出た時点でも魚がポンと下がっちゃうんで、全く跳ねないですよね。はい、そうなるとこのパターンがもう通用しないっていうことです。
ない時間帯みたいなのがありますね。スプーンというものに反応しない時間帯あ、しました。と言いつつ、ちょっと沈めたんですけどね、これ。結構、下の方です。沈めました。ちゃんと6から7ですね。前もそうですよね、ここ。そうですね。深いのに下の方に置いて。そうですね。はい。で、さっき言ったら、なんであの人に来るんだろうって言って、あの人に来るんだろうって言ったんですよね、さっき言ったら。そうなんですね。で、行きましたけど、カクテルが、まあ、初心者さんがよく使うカクテル。あと、まあ、バスタック。で、まあ、糸が太くて、使うルアーが大きい。あと、もう、レンジを関係すると、こう、まあ、投げちゃうんで、どうしても釣れない。ああ、なるほどね。パターンを使うと続くっていうね。で、これは要は、マグネとかではないんですよ。そうですね。そうそう。続くっていうことは、これで。はい、色は黄色系ですか？この冒頭の時の、色から仕事が若干、黄色が濃いポリですね。ああ、はい。そのパターンでちょっとブランチでやってもらっていいですか？あ、いいですよ。今のパターンでブランチするっていうので、決めれば面白いですね。ブランコでも、はい、すごい。
あれですかね、まあ、子供ですね。ドロップとかできなくてもいいかな。おー、そうです。はい。糸が今は変わったから分かる。はい。プラスに、今、水間さんに聞いた手順分けでかけたんですけど、今、実はですね、カメラマンの方がポリッと水間さんに撮ってもらってます。水間さんに今撮ってます。あざ。はい。あ、水間さん一言お願いします。あ、レジ巻き映りましたね。ブランクです。水間さんのカメラマンになってます。はい、ありがとうございます。はい、イメージしやすい釣りはやりやすいっていう話を今しようとしたので、なるほど、下がりました。はい、ありがとうございます。